はい、島の湯来ました。よかった、ここ家族風呂がね最高なんですよ。海も近いしね、夏来たらいいかなと思います。では入ってきます。はい、家族風呂、今日はここです。どんなとこだった？開けてみよう。おお、広いね。ここはお風呂入った後栓を抜けるからね、毎回新しいお湯に入れるという。泉質はナトリウム、カルシウム、塩化物泉、好調性、いいね。さあ入ろう。上がりました。のとミルク飲みます。どうですか、味は？おいしい。口がついてます。おいしいですか？始まりました、スーパーマリオ。おー、ね、無理に壊さなくていい、そいつ落ちるから。イチアップキノコ逃した。イオンカードとジャフカードでも割引があったんだな。よし、最高の温泉でした。いや、やっぱいいね、混んできた。あの時間に来てよかった。あのノトバーガーも美味しいんで、ぜひね食べてみてください。いや気持ちいい。しかしあったかいな、うん。じゃあキャンピングカーに戻ります。よし、島の湯。はい、ということでここから、のとじゃなかったネアフィッシングパークまでの海沿いの道のりをドライブ動画にします。ノンストップドライブ動画スタート。いやー、今日は31日でございますけれどもですね、天気が、悪いけどとっても暖かくて、過ごしやすい。今までなんで冬に来なかったのかって思っちゃうぐらい、まあ今日はちょっと特別あったかいようなことを言ってましたけど、うん、そう、まっすぐはいけない。なんでなんだろうね、いつも。ああ、明日はお正月なんですけど、のと島水族館でなんだっけ、ペンギンの羽お守りもらえんだっけ、先着100名朝9時から。ちょっと理想を言っちゃうと、それに行って1、2時間見て、しかも中学生以下無料だっていう話で、で福袋が欲しい人がいて、で輪島に行ってみたい人がいるんだよね。さあどうしようかな。で、あのここの能登島、道の駅能登島のところにね、ガラス工芸屋さんがあってね、そこでガラスのペンダントとか作るのが楽しいんだけど、5日まで休みだっけね、5日まで休みということで今回は行けないと。よいしょ、ここは小中学校かな。ここにね温泉スタンドがあったんだけど、今壊れちゃってるだろう。唯一のコンビニ、ファミリーマートがあります。あそこに左行くとね。9.5 キロ。今回ね、行きは朝9時半ごろ出て、着いたのが6時ぐらいで、ガソリンスタンドしか寄ってないんで、まあ、サービスエリアと
まあ、9時に出たとして10、11、12、1、2、3、4、5、6、9時間8時間半とかかかってんだな。まあ宿とかだとさ慌てちゃうけど、キャンピングカーだとねどうせ行って空いてるしみたいな感じで慌てなくていいっていうのも魅力ですよね、キャンピングカーね。この辺 RV パークもう一個あるんだよね、どっかに。ちょっとそっちは狭いかなと思うんだけど、この海ギリギリなのに田んぼがあるっていうのはね、のど島の特徴かね。夏は海の方を見るとイルカがいて、後ろを振り返るとカエルが鳴いてるみたいな、そういう不思議な景色を体感できます。水族館行きたい人がいますね、2人明日、今日年越しなのに明日早く起きなきゃいけない。そうなの、福袋が欲しいな。全部いらないものかもしれない。ああ、じゃあお年玉をもらうだろうからお年玉で買うっていうんだったら買っていい。ああ、いいやん。で、その余ったお年玉で全部全部使い切んじゃない。ああ、でもこのお金の価値は子供たちが大人になる頃にはすごい低いかもしれないから分かんないね。日本の価値を上げるために我々は、今の我々は頑張んなきゃ。天気が良かったら最高なんだけどね。イルカが見える喫茶店。ここ行くと道の駅左行くとね、昼寝タイムかな。ただいま3時25分。
静まり返ってあるんだね、ここはいつはい、ということで12月31日、今ですね、低気圧が来てて、すごい大雨なんですね。うん、だけどまあ、しょうがない。音がパチパチ言ってるかもしれないけど、お正月の宴会始めます。子供はまだ2人寝てるけど。何時？5時7分です。で、ここね、テレビの映り悪くて、NHK プラスでね、iPad で見る。NHK は紅白はママだけ見たいと、大泉洋のファンなんで、大泉洋のファンの方いらっしゃったらですね、コメントください。ママは喜びますんで、うん、喜びますんで、チャンネル登録してね、はい、80% の方がチャンネル登録をしないで見てるでしょ。そこのあなた、チャンネル登録をしないで見てるそこのあなた、ぜひしてください。すいません。はい、じゃあやりましょうか。今日はですね、まあいろいろ買ってるんですけど、牛タンとか、あとちょっとお正月っぽい豆、栗きんとんとか、昆布巻きとかを用意しつつ、大盤振る舞いして、これドンタクで買った能登牛ね、あとイカの塩辛みたいなのもあったり、まあそんな感じですね。あとサラダと、うん、あとお刺身がマグロと、ブリがあります。持っていきましょう、うん、よしよし、じわっと宴会スタートいたします。今日ね、このワインがめっちゃ、ね、じゃあさ、考えてみたら、車屋ちゃんおすすめで、車屋ちゃんはどんなパワーが持ってる？能登ワインってね、うまいんですよ。で、それ安いんだけど、それの上等品って感じ？これね、ヤマスオピニオンっていうね、あの能登で採れる、ブドウだと思うんですけど、なんか野山で採れるような味がするの、キイチゴみたいな味がするみたいな、ちょっとうまく説明できません、ね、すいません。ただこれを後で飲んでみたいと思います。やっぱお正月だからね、これ3000円以上した、それじゃなかった気がする。だいたいホテルで飲むと3倍だと思ってください、ワインの値段はね。だからこれ1万円近くする、1万円ぐらいで飲めるホテルだとね、感じです。ホテルで飲んだ方いますか？黒豆の意味は元気、丈夫、健康な生活を願うこと。これ食べたいよ、聞いてるか
だから聞いてるよ。元気でしょ。元気。元気、はつらつ。健康な生活を願う。健康な生活を願う。そう。おせち料理の黒豆の豆という言葉には、元気、丈夫、健康などの意味があります。また、豆に働く、豆に暮らすなどの語呂合わせから、昔からおせち料理には欠かせない一品です。豆ってことだ、豆に働くって書いてある。じゃあさ、これ以上食べない方がいいね。豆というか、うん、黒色は邪気を払うんだって。邪気は知ってんだけど、はい、鍋でね、やると油が飛び散りません。キャンピングカー料理の必須です。なんで、でも邪気だけは知ってるんだ。でも邪気、邪気どういう意味かな。食べたくなってきた。やばーな、それは。どうぞどうぞ。でも、レイは今日あれでしょ、売り場向きにしたら、美味しいと思う。あれね、うん、パンの、じゃあ、乾杯。目がかゆいとき、唾つけたって飲まない。乾杯、乾杯。そしたら目薬するからさ、パパに取ってもらおうかな。うん、うん、はい、いいよ。あ、いた。場所を知らない人に取ってもらうより。目がかゆすぎる。なに、今目薬持ってくるね。え、こうやってビタミン C とカルシウムが入ってるんだけど。あ、そう。悪魔のビール、アメリカンブラックエール、うう、飲みます。んアメリカンブラックエール、アメリカンブラックエール、うう、アメリカンブラックエール、イエーイ。よし、お、うまいね。よし、お刺身でも切る。さあ、キャンピングカーの中でお刺身を切ります。うん、今日はね、ブリとマグロの赤身ね、あと能登牛があるっていう感じですね。と思います。今ね、ちょっとグズグズしてるけど、グズグズ始まっちゃったけどね、寝ちゃったんだよね、しょうがないよね。しょうがない、しょうがない、なんでもしょうがないんだよ、こんなことがしょうがない。よいしょ、間違えた。よし、お刺身切ります。お刺身食べるかい。ご飯も炊けたぞ、ちょうど。ね、うまそうなの。マグロはちょっとなんか、まあでも、うん、まあまあまあ、うまい、うまい、うん、もううまいじゃん、マグロこれめっちゃうまい。はい、ということでライブ配信今終えてですね、これから NHKもう見ながらですね、年を越したいと思います。いやー、もうこれで終わりしようかな。今ね、超美味しいワインあげました。これドンタク売ってます。これドンタク、ヤマソービニョン、失礼、これうまいんで絶対買った方がいいです。3000円ぐらいするけど、普段売ってるのが分かんないけど。はい、ということで、じゃあ年越しは家族で過ごしたいと思いますんで、また明日ですね。明日は水族館行くとか輪島行くとかね、そういった動画になると思いますので、ぜひ次の動画もチャンネル登録をして、お待ちいただければと思います。それではまた、いつもありがとうございます。良いお年を。バイバイ。良いお年を。